石川君今日はどうしました？なんかちょっと硬くて重いっていうか、なんか上がりにくいって感じ。わかりました。はい、お願いします。はい、じゃあ最初動き見ていきます。じゃあ手失礼します。ゆっくり前から上げていきます。石川君この動きちょっと覚えておいて。はい。はい、今度横。はい、戻します。今度横。ここでくるっと点をしてみましょう。あとはシャドウでしょ、最後確認してみて。あ、でも回りやすいですね。フィンドボズの動きは最初に比べると変わってるそうですね。軽い。ありがとうございます。また引き続き、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、また大事にしてください。お待ちしております。パーソナルなんで、ちょっと普通のジムとは違うんですよ。なので、キックフルジムと言います。で、2012年ですね、12月の12日にオープンしたばかりで、うちはですね、徒歩1分、一の割駅徒歩1分で、完全マンツーマンのパーソナルジムになってます。で、2012年12月12日にオープンして、27歳かな、7歳で、プロデビューして29歳で、新日本キックボクシング協会第9代のフライ級チャンピオンになりました。で、その後ジャパンキックボクシング協会フライ級チャンピオンで、スックワンギントンスーパーフライ級チャンピオンに、なって、今世界チャンピオンを目指してまだ現役中です。地元春日部で8月11日ですね、フライ級部で試合します。で、春日部、まあ、埼玉時代での試合がすごい珍しいので、はい、ぜひ応援来てください。失礼いたします。お待たせいたしました。はい、こちら重箱九州の盛り合わせでございます。じゃ、ふんだんに九州の、おつまみを盛り合わせたものでございます。左、こちらの上の方から海ぶどうを自家製しめ鯖、貝ひもの柚子胡椒和え、だし巻き卵のチダチーズかけ、赤エビのお刺身、ハモンセラの生ハムで、すじこのおつまみと合鴨の鴨ロースですね。で、長芋梅クラゲ和えでございます。いたします。いただきます。いただきます。うん、うまっやっぱりうまだね。うまだ、うまだ、うまだ、うまだ。うん、おいしい。うまい。いつ頃から始められてるんですか？2021年の4月にオープンしたので、約2年ちょっとまだ経たないぐらいの、はい、でやっております。はい、店の名前寿司ライオン、はい、どんな感じのテーマなんですか？あ、そうですね、私自身がクルーズ船に乗って、こういろんな世界中ぐるぐる回っていたこともあって、はい、少しスパイスの効いたのとか、こう純な寿司ではなくて創作っぽい、例えばこちらお出ししたあのカリフォルニアロールなんですけど、はい、クリームチーズとアボカドとかそういったのと、生酒系の日本酒、はい、一応先ほどお出ししたのもそうなんですけども、お酒のサーバーから生酒をこうお出ししてるので、かなりフルーティーな、うん、濃いめの味付けのものにも合うあのお酒を選んでお出ししているという形で、はい、なっております。めちゃくちゃ美味しかったです。 ありがとうございます。あ、ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。美味しかったです。お待ちしております。はい、お邪魔します。はい、どうもありがとうございます。
お店来ると甘めのカクテル、はい、強めってお願いします、ね、甘めで強めの、はい、強めのなるほど、甘めで強め、なんか自分で作れるって簡単なのはなんかチャイナブルーとか、はい、なんかパッソアオレンジとか、はい、なんとかコークマリブコークマリブコークとか、はい、結構好きですね。でお店来たらもうなんかお任せします。お任せ、はい、あんまり強いので、わかりました。やられてるんですか。今年で27年目になりますね。はい、つい先月26周年。あ、先月、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。古いだけです。お店の名前の由来って。お店の名前は僕ここのオーナー3代目なんで、はいはい、初代の方がつけたお店をずっとこう守ってる感じなんで、正直名前の由来は分かりません。客層ってどんな感じですか。うちは個人事業主さんが多いですね。はい、サラリーマンの方はちょっと少ないです。あ、そうなんですね。はい、やっぱレディースデーがあるって聞いたんですけど。あ、はい、毎週水曜日にやっております。あ、水曜日。はい、女性のお客様に限りまして、チャージは無料で、でスタンダードカクテルは全て500円でお出ししてます。はい、見ます。どうぞ。ありがとうございます。あ、美味しい、本当美味しい。2、じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。お願いします。またお越しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。